はい、こんにちは。では数学の授業始める。今回ね、座標とグラフの2ということで、まあ、比例と反比例、今までね比例の式とかやってきたけど、今回もねまず比例の式で、その後反比例の式をしていくから、じっくり聞いてね。じゃあ、まずこの問題、右の図は比例のグラフです。これね、1から4のグラフの式を求めようということで、1、2、3、4のグラフを求めると。比例の式という、比例のグラフということで、比例の式を覚えているか。比例の式、 y イコール ax、 この式覚えているかな。この式を書けばいいんだよ。1から4のグラフの式を求めよう。だからこの式を1、2、3、4でできたら OK ということね。じゃあまず丸の1番から式考えていくね。でこの場合、一番初めにどうするかといえば、座標でぴったり重なっているところを探すんだよ。だからまず丸の1番の場合、例えばこことか、まあ、ここちょっとねマイナスなので、まあ、原点はちょっと置いといて、でここね、あ、これ丸3だね。丸1だからここね、こういったところがぴったり重なっていると、まずそこをね探すのが1番目の仕事ね。でその次ね、 y イコール ax に当てはめてみる。例えば、まあ、ここね両方プラスだから一番分かりやすいよね。 x が1、2、3、4に対して y が1、2、3。だから、まあ、やり方としてはいくつかあるんだけど、例えばこれに当てはめてみようか。 y は先ほど言った通り3イコール x が1、2、3、4だから4だから 4a3 イコール 4a だから、じゃあ a はいくつかなと、a は4分の3だね。ということで式ね、答えは y イコール4分の 3x というふうに出るんだ。当てはめてみるっていうのがまず一つ目の方法ね。じゃあもう他の方法どういうふうにして出すのかなって言えば、例えばね a の値覚えてるかな。この a なんだけど、これって x 分の y って言ったの覚えてる。 x 分の y、 a っていうのは比例定数、それも覚えてるかな。 a は比例定数で、比例定数の求め方は x 分の y で出るんだよと、比例の場合ね。というのを覚えてたらこれだってできる。 x が1、2、3、4に対して y が1、2、3だから4分の3、4個右に行って3つ上がってる、4分の3、だから y イコール4分の 3x。 これだとわざわざ、まあ、代入して計算しなくても出るよね。頭の中ですぐ出るよね。いけるかな。ということでね、2番もちょっと見てみようか。2番は、重なってるところをまず探す。まあ、結構あるね。2番の重なってるところは、ここ、ここ、ここ。あと、ここ、ここ、ここね。まあ、どれか1つ、2つでも見つけたらそれでいい。まあ、全部探す必要はないからね。で、先ほどにあったやり方でしようか。y イコール、a というのは x 分の y だから、例えばここだと x がマイナス1に対して y が2だからマイナス1分の2、つまり、一応書くね、マイナス1分の 2x ね。ということで、ね、1分のっていうのはもう書かないからね、マイナス 2x という感じで答えが出る。いけるか。 y イコールマイナス 2x、 1個左に行って、要はマイナスね、マイナス1行って上に2個上がるんだから1分の2マイナス2ね、マイナス 2x という形になる。じゃあ3番4番、丸3番もここちょっと書いちゃったけど、丸3番と丸4番、ちょっとこれね自分で式立ててみようか。では一旦停止してね、で、できわったらもう一回再生してね。ではスタート。
入ってきたかな。じゃあまず3番からいくね。ここもちょっとねヒントをだいぶ与えてしまったんだけど、重なってるところはここで、あとはまあ原点は置いておいてここかな。まあこっちの方がねプラスの方だから分かりやすいと思う。じゃあ式はどうなるか、 y イコール x 分の y だから x は右に1233分の y は1234だから3分の4だね。 y イコール3分の 4x、うん、もうこれで答えね、答えこれになる。 y イコール3分の 4x ね。じゃあ最後4番、4番の重なってるところは、うん、これはたくさんあるね。まあ全部重なってるよね。まあ一番近いところ行っとこうか。まあここでもここでもね。一番近いところ行っとこうか。まあ例えばここだと左に1、つまりマイナス1で上に1、マイナス1分の1っていくつだ？マイナス1分の1、つまりマイナス1だよね。だから y イコール、まあ、マイナス 1x ということはマイナス x だからね。答えは y イコールマイナス x。 いいかな。マイナス1分の1だからマイナス 1、 y イコールマイナス 1x だからマイナス x ね。 y イコールマイナス x が答えになる。ここまで大丈夫かな。これね、比例の何かグラフが書いてあればすぐにね、これ式立てられるようにしといてね。かな。じゃあ次いくね。はい、次。右の図は比例のグラフです。ちょっと今までみたいにね、座標細かくは書いてないけど、うん、座標の点はこういうふうに書いてあるしね、比例のグラフですと。次のグラフの式と文字の値を求めよう。1番、2番、3番、4番のグラフの式と文字の値、つまり例えば A とかね、B とか。こういったところを求めようってことね。で、このやり方なんだけど、まず、例えばね、3と A、要は X 座標が3で Y 座標が A である。これだけじゃグラフの式はわからないよね。グラフの式がわかるには、両方の座標が分かってないといけない。つまり、ここじゃなくてここだ。こっちだと、X がマイナス4、Y がマイナス8ということで、分かってるよね、座標。だから座標が分かっている点からまずグラフを書くんだ。そしたら実際やってみようか。じゃあさっきのやり方でしょうか。x 分の y だから、まあちょっとね丁寧に書くね。 y イコール x がマイナス 4y がマイナス8だからこうね、y イコールマイナス4分のマイナス 8x だ。いいかな。マイナス4分のマイナス 8x、 これはもう約分しちゃったらいいから、まあ、マイナスとマイナスでプラスになるよね。だから y イコール、2x かな。y イコール 2x になる。いいかな。これがまず式。ここまでいい？4と8で約分できるから2だね。y イコール 2x が式。じゃあ次ね、a の値をどうやって求めるんだろう。これは式が完成すれば自然と a の値はできる。つまりこれ x が3だから x に3を代入すればいい。うん、すると、まあ、一応ね、初めだから式書くね。y イコール 2×3 だよね。ということは、まあ、これ a の値だから a ですよね。a は、6だよと。いいかな。y イコール 2x の x に3を代入するんだ。そうしたら a が出るよね。ここに3を代入する。2×3 が y。y 座標はつまり a だから a は6だよというやり方ね。できる？じゃあ同じやり方で2番、3番、4番、これ自力で解いてみようか。
じゃあ一旦停止して始めよう。ではスタート。はい、できたか。じゃあ2番からいくね。丸2のグラフと、B の値ということで、ここだね。こことここ座標出てるんだけど、まあ分かるよね。式を出すのは座標が完全に書いてあるところ、つまり x が -3 y が4っていうことだ、うん、じゃあ y イコール y イコール x 分の y だから、 x が -3 で y が4、まあ、丁寧に書くと、まあいいかな、-3 分の4だから、マイナス頭に持ってきた方がいいしね、-3分の4、 y イコール -3分の4x だ。これわかる？ -3分の4x分の y -3分の4だから、マイナス頭に持ってきて3分の4ね。これがまず式。じゃあ次 b の値をどうやって出すか。今度はね、 y が分かってる、 x が分からないっていうことは、 y に -6 入れたらいいんだよ。ここに -6、 -6 イコール -6 イコール -3分の4 かける x だ、まあいいですね。じゃあ x 出すにはどうしたらいい？できる、これ -3分の4 かける x が -6 なんだよ。 x 出すにはできるかな。-6 割る -3分の4をしたらいい。で、まあ分からなければ、両辺を例えばね、3でかけるとかね、してやればできるから。例えば両辺を3でかけたら -18 イコール -4x で、さらに -4 で割ったら出るからね。ここの x、 つまりこれは何だったっけ、 b だね。 b はどうやって出すかといえば、これ6だからね、ちょっとややこしいかな。よいしょ、これは6ね。じゃあこれを出すには、もう一回しようか。-6÷-3分の4 ね。こういうことね。で、-6÷-3分の4を計算すると、下に計算するね。まず、マイナスとマイナスはプラスになるから、もうはプラスと考えてね。6×4分の3だね。分子分母反対にするよね。6×4分の3、よいしょ、ね、でするとこれとこれは約分できるから、4が2になって6が3になる。なら左三が9だから2分の9だよと。ということで B は、まあ、分数になるんだけど2分の9が答えになる、ここまでいいかな。大丈夫？できた？2分の9、2、3が6、合ってるよね。じゃあ次ね、いくね。3番、3のグラフの式と C の値ということで、丸の3番はこれで、分かってる方はこっちね、4に x が4で y が2、これは分かってるよね。じゃあ同じようにしようか。 y イコール、まず式を立てる、 x 分の y だから4分の2っていうことになる。まあ一応書こうか。 y イコール4分の 2x、 ただ4分の 2x って書いてたら×だよ。なんでか分かる？約分しなきゃいけないから。答えは y イコール2分の 1x だ。まあもちろんね、小数で書いてもいいよ。小数で書いた場合は、0.5x だよね。いいかな。
y イコール2分の 1x ね。で、次が c の値だね。 c は、y が分かってると y がマイナス3だとちょっと狭くなってきたね。マイナス3イコール2分の 1x で、これは単にね、マイナス3イコール2分の 1x。 じゃあ x はどうやって出すか、 x つまり c ね、 c はどうやって出すか、これね、マイナス6ってわかるかな。まあさっきと同じね、マイナス3割る2分の1をすればいいから、マイナス3割る2分の1ってことはマイナス3かける2だからマイナス6ね。いけるか計算。じゃあ次プレイ4番、4のグラフの式と D の値ということで、丸の4がこっちは分かってない、こっちだね、もう大丈夫だよね。 y イコールマイナスがこっちついてるから、まあ、マイナスが頭につく。で、x 分の y だから4分の 3y イコール4分の 3x。 いいか、これがまず式。じゃあ次ね、d の値、今度は x が分かってるよね。 x にマイナス5を当てはめたらいい。だから、マイナス5をそのまま当てはめると y イコールマイナス4分の3かけるマイナス4分の3かける x がマイナス5だね。ちょっと狭いね、マイナス5ね。で、マイナス4分の3かけるマイナス5はマイナスとマイナスでプラスになるよね。で、あと4分の3かける5、これをしたら D が出る。 D はいくつになるかといえば4分の15だね。見えるか、4分の15ね。答えは D は4分の15になる。これも分数だけど、まあ分数は答えだからね、4分の15。大丈夫かな。という感じで式を出して、でこのね文字の値を書く。いいかな。じゃあ次行こう。はい、次は反比例ね。今まで比例だったけど次反比例。反比例は、反比例の式って覚えてる？大丈夫？一応念のため書こうか。反比例の式といえば y イコール x 分の a だ。 y イコール x 分の a、 ちょっと待ってね、 y イコール x 分の a ね、こういうことね。これが反比例の式だったからね。忘れてる人はちゃんと思い出してね。で、A、一応もうここまで言っとくね。A は X と Y をかけたら出るからね。これは比例定数。比例定数は X と Y をかけたら出るからね。大丈夫？覚えてる？じゃあ、実際やっていこうか。まずここから。X がマイナス2のとき、マイナスに当てはめたらいいしね。Y を出す。マイナス2分の6っていうことは、マイナス3だよね。次、マイナス1を当てはめれば、マイナス1分の6だから、マイナス6。うん。0はこれは0分のっていうことはないから、まあ、これは、ちょっと、斜線でも引いとこうか。うん、これはないね。次、1。1分の6は、6だよね。で、2分の6といえば3だよね。ということで、まあ、表はこういう形になる。マイナス3、マイナス6。で、0はちょっとない。で、6、3ね。こっちもね、0は斜線にとこうか。という感じになる。で、これをグラフに書けっていうことなんだけど、まあ、一応点まず打っていこうか。マイナス2とマイナス3。マイナス2のマイナス3。ここね。で、マイナス1とマイナス6。マイナス1とマイナス6だからここだよね。で、1と6。1と6だからここ。
2と3、2と3だからここ。今ね、2までしかしてないけど、実際はもっとある。で、ちょっとやっていこうか。もし x が3の時は y は3分の6だから2だよね。x が3の時は2。ね、まあ4はちょっとまあ 1.5 なんだけど、まあ中途半端。5、6ね。x が6の時は6分の6だから y は1だよね。x が6の時は y は1。こういうふうになるんだよ。で、マイナスも同じ。マイナス3の時はマイナス2になる。で、マイナス6の時はマイナス1になる。こういう点ね。で、これを結んだら反比例のグラフになる。こういう感じね。で、こちらもこれを結んだら反比例のグラフ。こういう感じね。で、こういうふうに2本出てくるのが反比例の特徴。で、あと一つね、反比例の特徴といえば、これね、ずーっと上行っても、ゼロには絶対ならないんだよ。ずーっと上行っても、こうスレスレでずっと続くんだよ。ゼロには絶対にくっつかない。だから、まあ、ゼロは斜線に行った時ね。ゼロ分のっていう分数はないからね。ということで、ここも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 、絶対にこの x 座標、y 座標にはくっつかないからね。それが反比例のグラフ。いいかな。じゃあ、2番と3番、ちょっと、まあ、この0は、ね、ないけど、表を埋めて、このグラフに書いてみようか。では、一旦ね、一時停止して、自分でしてね。で、出来上がったら、もう一回再生してくれ。では、スタート。はい、できたか。じゃあ、当てはめてみるよ。まず、マイナス2の時。これね、マイナスがついてるから、マイナスとマイナスでプラスになる。で、2分の4だから2。マイナス1の時、マイナスとマイナスでプラスになって、1分の4だから4。で、1の時はマイナス4。2の時は、マイナスの2分の4だから2だよね。ここまでいけた。で、グラフに実際に書いてみる。x がマイナス2の時に y が2だから、ここね。で、x がマイナス1の時に y が4だから、ここ。で、1の時マイナス4だから、ここ。2の時はマイナス2だから、ここ。ここまでいけた。じゃあね、これも同じように、3はちょっと微妙な数字だから、4に行こうか。x がマイナス4の時は、4分の4で1だね。マイナス、1、2、3、4の時は1。こちらも、x が4の時は、y はマイナス1なはずだ。で、あと、これをつなげようか。こんな感じかな。こんな感じになるのかな。で、こちらも、こんな感じになるのかな。こんな感じかな。ということで、ちょっと分かりにくいから書いておくね。1番がこのグラフ。1番がこのグラフで、で、これが2番。2番のグラフは、これと、まあ、ここに書くわ。2番のグラフね。いいかな。じゃあ次3番。ちょっと分かりにくいから色を変えるね。青でいいね。じゃあまずね、マイナス2を当てはめれば、マイナス2分の8だから、マイナス4。次ね、マイナス1分の8だから、マイナス8。で、0は飛ばして、1分の8はもちろん8。2分の8は4ね。ということで、これもグラフに表してみる。x がマイナス2の時、y がマイナス4。1、2、3、4。こうかな。x がマイナス1の時、y がマイナス8はちょっとね、ここグラフ書けないから、まあ、いいか。
で、こちらもちょっときついね。2の時4、2の時1、2、3、4。で、ただまあ1点だけじゃちょっとグラフは書きづらいから、3はちょっと微妙な数字、4ね。X が4の時 Y は2だよね。X が1、2、3、4の時 Y が2。X がマイナス4の時 Y がマイナス2になる。5678、8はちょっとないからね。という感じで書いてみよう。1の時に8になるから、こんな感じかな。ちょっとおかしいかな。こんな感じかな。こんな感じかな。こんな感じでこれがね、3番のグラフになるからね。これが3番のグラフね。これが3番のグラフ。形ね。っていうことになる。いいかな。で、まあ、1番と3番比べたら、3番の方が外にあるよね。数字が大きくなればなるほど外に行くからね。まあ、これはもう、そこまで大事じゃないけどね。まあ、一応予備知識ということで置いとこう。よし、じゃあ次行こうか。はい、次ね。右のグラフはアンピレのグラフです。これちょっと薄いけどね、アンピレのグラフがあると。次のグラフの式と文字の値を求めよう。さっきね、比例やったよね。同じだよ。それと同じように反比例もできるから。じゃあ、丸の一覧ちょっとやってみるね。1のグラフの式と A の値。比例のグラフの式。さっきやったけど、大丈夫？ Y イコール X 分の A。で、その Y イコール X 分の A の A ってさ、X と Y かけたらいいって覚えてる？さっきもやったよね。A は X と Y をかけたらいいんだよ。だから1番ね、2×8 は16だよね。もう式簡単。Y イコール X 分の16。これで式は出る。簡単よね。じゃあ次 A の値出そう。A の値、もう当てはめたらいいからね。今回 X がマイナス4って分かってるから、Y に一応 A 当てはめようか。A イコール X がマイナス4だからマイナス4分の16。ということは A はマイナス4になるかな。これは答え。簡単だよね。グラフの式がこれね。で A はこれね。大丈夫だよね。じゃあ2番ちょっと自力でやろうか。で、その次ね、1のグラフ、つまりこれね、このグラフ上で X 座標、Y 座標が共に整数。整数ってわかるよね。小数でも分数でもない、きっちりした数ね。整数である点は全部でいくつあるか。ちょっとね、考えてみて。じゃあ、これとこれ、一旦に一時停止して考えてみて。では、スタート。できたか。じゃあ丸の2のここからやるね。グラフの式だけど、先ほど言った通り y イコール x 分の a の a というのは x と y をかけたやつだ。で、丸の2番は x と y かけるとマイナス3かけるマイナス、あ、マイナスか3かける4はマイナス12だよね。だから y イコール x 分のマイナス12になる。そうだな。マイナスは前に書いた方がきれいになるから、そう書こうか。y イコールマイナス x 分の12ね。これがまず式の答えになる。で、次ね、b の値だけど、b はこれ、x がわからない。y はわかる。だから、y にまずマイナス5を入れる。マイナス5イコールマイナス、で、x が b だからもう b 入れちゃうね。
b 分の12、で、マイナス5イコールマイナス b 分の12なんだけど、マイナスとマイナスでこれはもう打ち消していいと。 b を出すにはどうしたらいい？分からなかったらこれもう b 倍しちゃって、 b 倍すれば 5b イコールこれ b 倍したらこれ消えるよね。 b 倍したら 5b イコール 12b になる。まあ、マイナスはね、消してる。 5b イコール12っていうことは b はいくつだ？5分の12だよね。5分の12ね。という感じになる。答え B は5分の12ですよっていうことね。大丈夫かな。じゃあね、最後これね、丸一のグラフ上で X 座標 Y 座標が共に整数である点は全部でいくつあるかということで、丸の1っていうことはこれね、これで共に整数なものってなんだっていうことだ。で、この場合ね、出し方は16っていうこの比例定数あるよね、これの約数考えてみて。だから例えばね、x、y だとすると、x が、まあ、約数一番ちっちゃいのが1ね。1の時、y は16になるよね。これ両方とも整数だよね。で、16の約数は、2も約数だよね。で、3はダメ。4も約数だよね。で、5はダメ。6もダメ。あとは8。で、16かな。こんだけ約数があるの分かる？で、それに対してね、y も割っていけば、8とか4とか、2とか1だよね。っていう感じで、約数の数だけ、両方ね、x も y も整数になると。じゃあ、1、2、3、4、5個で言い換えたらこれダメ。なんでか分かる？マイナスもあるから。全部これマイナスつけても、マイナス1の時はマイナス16。マイナス2の時はマイナス8。全部マイナスの時もいけるよね。だから、1、2、3、4、5がプラスとマイナス両方ある。5×2 で答えは10個。10個って書いておこうか。これが答え。わかった？大丈夫かな？ということね、今回ね、比例と反比例のグラフ式ね、2回目ということでしてきました。できるようにね、何回も、できなかったら何回もちょっとね、チャレンジしてみて。では今日の授業はこれで終わります。